はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。今回はモデルの自動調整の、おまけっていう風な感じでしょうか。前回までですね、自動モデルパラメータ調整プログラムとして Python でいろいろやってきましたけども、その時のトランジスタは 2SC でしたね。今回はその逆ジャンクションの 2SA の1359でやってみたいと思います。回路は 2SC の時の回路と同じなんですが、当然ここの矢印の方向が違うわけですよね。ですから電源もひっくり返ってます。でそしてですね、ここもですね、符号を反転しています。そうすることによってですね、 NPN と同じ方向でグラフをプロットできるので、その方がですね、なんか揃っていて理解しやすいですよね。データシートなんかでも同じ方向でプロットしていますからね。基準は今までの 2SC と同じですね。ですから詳細を知りたいときはですね、この前の動画、自動モデルパラメータ調整プログラム1から3を見ていただくとありがたいかと思います。では早速ですね、スタンダードモデルの中からだいたい似たような範囲のもののトランジスタを抜き出してくるこのシートから始めたいと思います。起動するプログラムはスタンダードモデルソーティングというプログラムで、 BJT のライブラリーをターゲットとして、NPN というふうに書かれているもので BF のパラメータが150から250、 CJC が50ピコから120ピコ、 CJE が200から600ピコというふうな値のものを選んでいきましょうということになるわけですね。ですからまず Python の仮想環境を起動しますね。そしてお約束の PyOutPy を起動するわけですね。そしてファイルダイアログで目的のパスに行った後、このファイルですね、ソートというファイルを起動するわけですね。このようにですね、8個のデータを見つけていきましたね。そうしましたら、このシートで確認をするわけです。実行してみましょう。このようにですね、似たようなカーブですけども、少し離れたような状態が、8個あるわけですよね。ソーティングしてきたモデルを確認するために、こちらのファイルを開きますね。そうすると、こんな風に並んでいるわけです。それでこちらカーソルで読み取りまして、こうやって見て、またキーボードの上下キーでこんな風にですね、選んでいって、何番がいいかなってこのカーブを見るわけなんですけども、この様子から見るとこの1番が離れていますけども、ほぼ同じような傾きなんで良さそうな気がしますね。ですからこの1番を選ぶわけです。で、この1番を選んで一番最初の原子となるファイル dutnpn_org っていうライブラリファイルの中に埋め込み、そしてここの名前をですね、 dutpnp というふうに変え、さらにですね、一番最後このマニファクチャーをですね、デンスパというふうに変えて、それで保存をします。そしてさらにですね、同じモデルを dutpnp っていうライブラリーの中にも置きまして、そして保存をしますね。この dutpnp.org.lib はバッチファイルを起動した時のスタートのファイルになります。そしてですね、こちらの dutpnp.lib はチューニングをしていく経過のファイルとなります。ですからこちらとこちらのファイル、バッチファイル動かす前にですね、確認をするためにはこちらと同じ内容になっている方が便利ですね。さて、こうやって準備ができましてですね、
自動チューニングをする前のシミュレーションの状態5つ表示していますね。まあ、これはソーティングしたままのパラメーターでシミュレーションしたものですね。こちらにチューニングというバッチファイルを作ります。まあ、チューニングというバッチファイル、こんな風になっていましてね、まあ、最初にですね、以前のログを消します。まあ、そしてですね、 ORG のスタートのファイルから作業のファイルにコピーをしますね。そうしますとオプチューナプロセッシングパイを起動して、まあ、それぞれこれらのファイルをですね、実行していくんですけども、まあ、この時のチューニングの手順が非常に重要ですね。この2-1のチューニングは最後にもう一度呼ばれたりしていますね。まあ、そして Python 環境を起動してチューニング10バッチを起動します。まあ、このようにコマンドを入れるわけですね。まあ、そうしますとですね、自動チューニングが始まるわけですね。まあ、あとはですね、約30分ほど待っていればですね、このトランジスタのパラメーターはですね、計測したパラメーターに一致するようにですね、いくつかのパラメーターが自動的にチューニングされるということになります。まあ、その辺はですね、以前の動画と全く同じなわけですね。まあ、ですから今回はですね、チューニングが終わった後、まあ、どのようなコマンドでチューニングができるのかっていうふうな、まあ、操作の説明のようなものを少し付け加えたいと思います。まずはこれが終わるまでちょっと待ちます。まあ、チューニングが終わりましたので、それぞれこのシミュレーションの状況がどう変わったかということを一個一個再シミュレーションして確認してみたいと思いますね。まずこちらから、まあ、ちょっと近づいたかなって感じですね。次はこちら、まあ、こちらはぴったり合いましたね。まあ、そして次はこちら、まあ、こちらもですね、随分この辺一致してきましたですよね。まあ、そして次はこちら、まあ、結構離れていますけども、どうでしょう、ほぼぴったり一致しましたね。そして最後はこちらなんですけども、これは周波数帯域で、ここにバッテンがあると思うんですけども、ここを通過するようにチューニングするというふうな設定をしています。どうでしょう、しっかりこの上を通過していますよね。まあ、そうして出来上がったモデルパラメーターがこれになるんですけども、このファイルをですね、目的のモデルのファイル名にして、さらにここのですね、デバイス名を目的のデバイスにすれば、チューニングの完了ということになるわけですね。まあ、チューニングはですね、それぞれのファイルの中に自動調整ということで書かれていますよね。まあ、ここにこのように書かれていますけども、まあ、これらが自動調整用のパラメーターで、まあ、それぞれチューニングしたいパラメーターの名前とその範囲というのを記述しているわけですよね。まあ、そういったことをこのシートにまとめました。まずですね、キーワードとしては Python コロンというふうな形で書きますね。この Python コロンから始まるものはですね、コメントで書くんですけども、Python のプログラムから検索していってですね、 Python コロンがありますと、まあ、これはですね、自分に対するコマンドだというふうに解釈するわけですね。で、そしてコロンの後ろにはですね、それぞれにそのプログラムがですね、解釈できるようなキーワードがこのように入っているわけですね。まあ、どのプログラムも必ず持っているのはこの igzequal ですね。PyAuto から実行したときにですね、この igzequal でこのシートをどのプログラムで処理してほしいかということを記述するわけですよね。まあ、そして、まあ、コマンドの構造としては、先ほどの igz、まあ、この場合オプチューナプロセッシングしてほしいというふうに、これ Python のプログラムですから、実際のファイルはこれ .py というファイルがあるわけですよね。まあ、そしてモデルネームイコールと書きますと、まあ、モデルファイルに入っている .model の名前、
まあ、この場合はですね DUT-NPN とか DUT-PNP とか、まあ、そういう名前を書くわけですね。まあ、そしてそのモデルが保存されているファイルの名前ですね。例えば DUT-NPN.LIB、まあ、こんなふうに書くわけですね。そうしますとこのオプチューナプロセッシングはこのファイルの中を開きましてこのモデルを対象にチューニングしていくわけですね。次にですね、一つのシートでチューニングが終わったとき結果をどこに書き出すかということでリザルトファイルイクオールということで同じファイル名を記述しますと上書きされます。まあ、別のファイル名を指定してもいいんですけども、まあ、バッチファイルで起動しているときはですね、順次同じファイルを開いて上書きするというふうなことが便利なので、まあ、多くは同じファイルを指定することになると思います。次にですね、Python:param というふうなコマンドに続く、さまざまな条件を記述するようなコマンドですね。まあ、例えばですね、デバッグのスイッチを何にするか、まあ、この0というのはデバッグ表現しないということですよね。通常は0で運用します。まあ、そしてですね、今チューニングしようとしているモデルは回路図の中でどのレファレンスかということでモデルレファイクオールというふうな形で記述しますね。そしてチューニングするにはですね、複数回繰り返さなきゃいけないのでその繰り返しの回数ですね。まあ、次が最も重要なんですけども、まあ、スコアイクオールっていうふうな形で、まあ、ここではデルタっていう記号を使ってますけど、まあ、ここは何でもいいですね。回路図の中で評価関数の結果を入れられている変数名ですね。まあ、それがどの変数に入っているかということを教えてあげる必要性があるわけですよね。まあ、そしてこのスコアはですね、このように1個の場合と2個の場合が可能なんですけども、2個の場合はですね、2つのスコアの事情のルートというふうな形で内部結果を評価するようにします。今まで説明してきたところはこの記述例のこの上からこのスコアのところまでですね。そしてその後さらにですね、各パラメーターの名前イクオール、これはまあモデルによるわけですね。そして調整する範囲というのを指定するようにします。まあ、例えばこの記述ですと BF は現在値をもとにマイナス 20% からプラス 20% の間で調整しますというような指定ですね。まあ、そしてこちらはですね、 IKF というパラメータを直接3から20までの間で調整しますというふうなことですね。まあ、さらにここはですね、 TF イクオール、まあ、0.1 ナノから10ナノの間で調整するんですが、この縦棒を置きましてね、ログというふうに記述しますと、この中を調整するときにログステップで値を考えていくというふうな指示をオプチューナーに与えることになるわけですね。まあ、それらをまとめますとですね、このようなシンタックスになっています。まあ、そして最も重要な評価関数の例を一つ見てみたいと思います。まあ、こちらに評価関数をドットミーズで書いているわけですね。このドットミーズで書きますのでね、このデルタにはこれらの結果が収まるわけですね。まあ、これをシミュレーションしますと、まあ、このような結果が得られるんですけども、ログファイルちょっと見てみましょうか。このようにですね、デルタの数値がですね、シミュレーションのステップごとにこう現れるわけですね。まあ、オプチューナーはですね、この変数名をキーワードにこれらの値を読み取りまして、まあ、一番適切だと思われるもの、つまり一番小さな数字ですね、それが真のパラメーターに一番近いんだということで、まあ、いろいろパラメーターを可変範囲の中で動かしながら、まあ、指定回数実行するわけですね。その結果、一番スコアの小さかったもの、つまり期待値に一番近かったものを選ぶというふうなことをしているわけです。まあ、この場合はですね、この辺のエリア、そしてこのエリア、このエリアというふうな形で評価関数が動きますので、まあ、こちらのちょっと離れている場所はですね、今これは
残念ながら無視されているわけですね。まあ、それでもですね、複数のパラメーターを同時に動かしてかなりいい精度でこのように一致しているということになりますね。まあ、今回は 2SA のトランジスタを使って、まあ、おまけのような動画でした。